はい、じゃあ1分で説明いきたいと思います。今日は、バックボレー、ご紹介したいと思います。バックボレーはインパクトで右腕がネットと平行、ストレートにボールを打つときですけど、これが、基本の形になります。ですからこの形をできるだけ作りたいんですけど、これイメージとしては体ごと横に向けてネットと平行にしてしまう、これをやってしまうとここからさらに腕が巻きついてきますから大きく振りすぎという感じになります、はい、ですから体を正面に向けた状態で右腕がネットと平行ですね。体が少しひねられてネットと平行、この形を作りましょう、はい、そうすることでインパクトでうまくこの感じです、ネットと平行な感じを作ることが、できます、はい、これが体ごとターンしてネットと平行を作ってしまうとこういう感じでこう引きすぎになってしまいますので、まず正面を向いた状態でこれですね、こういうイメージで向いてます。こういうイメージで体をこうねじった状態でこう右手をネットと平行に持っていくと、このセットをさっと素早くしてあげると体にひねりができた状態で、しかもインパクトで力が入りやすい形っていうのがね作れますので、まずは体を正面に向けた状態で作るイメージです、はい、まあ、実際はこうスッとねこう全体がこう動いていくんですけど、体をターンして右手がネットと平行になった状態を作って、そこから打ちに行くっていう形だとちょっと、大振りになってしまいますので、こういう感じのイメージです。体を正面に向けて右腕をネットと平行にセットすると、はい、いう感じにすると振り遅れずに、しかも適切な打点で力が入りやすいところでボール打つことができますので、試してみてください。